やべえ。誰が一緒に乗っていってたんだよ、こら。生きてんじゃねえし。普通にこういった方がいいな。なんか無駄に落下ダメージとか食らうし。ブネツのチャンス。うおお、それな。でも本当なんか前進してたらそれ防止になるな。月メイス月お、来た、早い。いやー、ちょっと反射神経よ。ブークル、くそ、後ろに回れなかったな。ここで帰んぞ。27。いってー、あぶね。あ、やばいなあ。えいえい。ええ、危ない危ない危ない。はい、ああ、今食らった、踏まれたか。はい、ええ、はい、歯が多いな。危ない。だい。よいしょ。ブークル、ブークル、オッケー。チャンス。はあ。はい。はい。はい。怖い。あ、じゃあちょっと見えない見えない。おい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 、危ない、ここここ危ない。おい、はいはい、からのブークル。はい、また当初食らったばっかじゃないの。前に進むなっつうの。はいはい、ローリングしろ。はい、なんで青波の仕事してる。はい、怖え。あー、バッカー。くっそー。いやー、なんで投げた今。くっそー。いやー、惜しかったな。ちょっとこの流れでもう一回、今日ラスト、ラストミステリー。あ、ちょっと、そういうのやめろ。
やべえ。いやもうちょっとこれ、ここもちょっとやる気しない。リセット。ちょっと犬に気づかれないように。はい、オッケー。よし、ノーダメノーダメ。落ち着いてやればできる。ちょっとこれ危険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 。見えない見えない、見えてない、見えないのダメ絶対。あー、嫌がってる嫌がってる。来ました、早い。ダーブー来るよ、ブーちゃん。それはい、これブー誘発させた方が絶対いいね。危ない。いやー、それどうやってかわすの。いやー、あ、もうダメだこれ。諦めんな。あー、ちょっと早かったよね。くそー。もう一回もう一回もう一回な、な、もう一回もう一回な、ええやろな、もう一回ぐらい頼むわ。こっち来いよ、ほら。あれ、あん時ひるんでんのかな。これ今ひるんでんのか。あん時頭で、おい、入るのかな。地名、はい、嘘。ダメだな、集中切れてんな俺。早くも。はい、ってことで、じゃあ続きはまた次回ってことで、お疲れ様でした。あ、どうも、藤丸です。本日は11月の8日でございます。前回の収録から20日ぐらいですか、20日弱、間空いちゃったんですけど、まあ頑張ります。ちょっともっとコンスタントにね収録してんだけど、なかなかこれ、おっさんもこう貧乏暇なしというかですね。まあでもこの間ですね、エルデンリングの、ね、予約、受付が始まったりして、もうね、私も、まあ、迷うことなく、まあ、一瞬迷ったけども、あの2万4000円ぐらいするあのコレクターズエディション、まあこうフロムさんに対してね、やっぱこんだけコスパのいいゲームをね定期的に作ってくださってるっていうことへの、まあ、恩返しというかお布施ということでね、なるべくそういうやつはね、なるべくお高いやつを買って恩返しが少しでもできればと思ってるんですけど、俺それでも安いぐらいだと思ってるんですけどね。何年遊ばせてもらってんだということで、でその恩返しをした本当に2日後ぐらいですかね、それもまさに今日なんですけど、エルデンリングのベータテスターの応募、応募してて、その当選発表が今日だったんですけど、まあ、見事落選しまして。悲しい。いで、蹴らないで、全身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 。ちょっと今まだこの前回前々回の収録の編集とか全くしてなくて、ただ取りっぱなしで取りだめてる、え、おう状況の、いでー死ぬ、飲んで、結構全身全身全身で、とにかく、はい、第二形態まで持ってって、
第二形態入ったらあのブーを誘発させて殴るみたいな、そういう戦法でやってた気がするんですけど。おいおいやべ、振りすぎない。ああ、ちょっとその、ああ見えない、その当たりが、えべば、はい、ブスル、ブスル違う、あー嘘でしょ、ちょっとカメラ俺なんかしかもロックしてなかったんじゃないか今ずっとロックしようか。まあちょっとね、あのオープニングの刀鳴らしですみたいなうわー、しかしまたこれ不細工なったな、これもうちょっといい顔できなかったかな。本日2戦目、なんかその当たり判定がいまいち、スタミナがない。うわー、その月よ、パカチンパカチンパカチンって言っちゃったね今一瞬。来た、なんで投手になっちゃうかな、行って、いい、来い、はい、今の当たるか、あれ全然第二形態ダメ待ってる、どうしよう。第二形態はもうとにかく離れた方がいいか、とにかくなんかそんな気がしてきたぜ。うわ気持ち悪い、うぃー離れて、当たるんかいな、危ない、なんと攻撃かわせないんだけど、どうした、早い、あぶねえ、ちょっと怖い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 、コロン、はあ、なんで今の当たるんだよ、あれやべえ、これどうやってた、立ち回れなくなってる、やっぱ間開けるとダメね、あと結構、あともうちょっとで勝てるぐらいまでいけてた気がするんだが、気のせいか夢か、コロンコロン、コロンしろよ、やべやべやべ、飲んでる場合じゃねえバカ、いやー嘘だ今、もうどうしよう、あれー、どうしてた、あダメだ、あかん、なんかビビってる、普通に攻撃した方がいいな、ブー誘いじゃなくて、いやー、うわー、いい、それそれそれ何、はあ、それ食らうもんだと思うしかねえな、幸いダメージ、いやーそれ無理、それ何、なんで当たる、ローリングしてるじゃん、もうダメだこれ、どうしよう、ちょっと動き見よう、捨て替えだこれ、いやーそれ、それど、その、あれどう回避したらいいや、かわすもん何もなんか前転しちまった後になんか、いやもっとよく見るとその手前で前転したらダメっ
ていうモーションがあるのかな。そこが今俺見えてないな。毎回あれで殺されてんな。逆にローニングしたらダメなのかな。あれちょっと狭い。早くね。反応できねえ。いやちょっと見えねえっての。速攻投手になるな。痛い。いやちょっとダメだな。何度やっても同じだな。まるで進歩してないな。ちょっとマジでどうやって立ち回ってたか一回動画見た方がいいかもしれないな。自分の収録データ。スタミナがない。いや無理や。何やそれ。もうダメだ。ダメだこれ。ちょっとダメすぎるんで、一回前回の収録出た、見てきます。ごめんなさい。一回止めます。ってことで、ちょっと自分の収録出た、まあ見てきたんですけど、あんまり参考にならない。ただなんかね、いや、かわせてはいるんだな、やっぱりさっきの攻撃。気持ちなんか右斜め前に向かってね、向かって右斜め前に飛んでる気もするけど、なんかそうじゃない時も、あったりなかったりな。で、なんか結構火炎壺使っとったな。大したダメージ変わんないんだけど、ただ、今見てて思ったのが、なんか後ろ回った時に投手をなんかね、攻撃してちょっとどんどん前進しちゃって、それで投手になっちゃってたから、後ろ回った時に、ブーの時にね、その時ツボツボで言ったらどないかしらとか今ちょっと思ったんだけど。いやー、なんか右手に引っかかるよな。あ、これでツボツボパニック。はい。どうなってる、どうなってる、全然わからない。あ、生きてる。ちょ、どこ。食らうじゃん。あ、そうそう、それ。はい。ちょっと早く。切り替えに手間取ってんじゃねえよ。はい。見えねえ。何にも見えねえって。はい。なんでそりゃ。ねえ。はい。なんで当たる。壺もったいないの。さっきよりはでも若干立ち回ってる感が若干な。むちょっと待った。ちょっとこれ外すか。あ、
火炎壺がもう足りひんやん。フルマックスなってないやん。ちょっとソウル稼ぐか。この犬に刺さってる矢はあいつがいた矢ってことでいいですよね。最低ですよねこいつ。動物愛護法違反でお前死刑だ。お前はお前みたいなもんは死刑。生きてんじゃねえよ。あれおいくら万円でしたっけ。壺おいくらでしたっけ。ああ眠れる獅子を起こしてしまった。めっちゃブチ切れてたな。これで壺何個買えるの。50円だっけ。はるばくん100ソルぐらいくれるんじゃないっけ。あれビルビルマン俺やん。ビルビルマン、あれ、あ、なんか出てる。いでー、俺直く予備直来たな。これ運命を感じる。運命の予備直来た。あ、なんかこの辺、あ、そうだ、売るとか言ってた。売らなきゃ。ピルピルマン倒せないかな。なんとか壺使わないで。いやあ、ちょっと、いや、死ぬ。ええー、あ、これダメだ、やめよう。死んだし、なんだよ。